ちに待ったサッカーの祭典、第1回フランス国際ジュニアユース大会が今開幕したのです。イタリアチームのゴールキーパージノ・フェルナンデス君はヨーロッパナンバーワンと噂の高い名キーパー。果たして日本はこの大会、ジノ君からゴールを割ることはできますか。アルゼンチン、イタリアと強豪チームのいるグループに入ってしまった全日本、その中で一体どんなプレーを見せてくれるのでしょう。世界の強豪相手に日本のサッカーの天才児、大空翼くんのプレーがどこまで通用するか大変楽しみです。この試合からはヨーロッパの本場のサッカーを味わうことになるが、えりすぐられた一癖も二癖もある連中が勢ぞろいしているからな。特にイタリアのゴールキーパーのジノ・ヘルナンデス、彼はヨーロッパナンバーワンキーパーと呼ばれるほどの人物。彼からゴールを奪うことは相当に厳しいと思う。だがお前たちなら必ずゴールを奪うことができるはずだ。以前遠征試合をボイコットされたあの雪辱、今日の試合で返してこい。はい、見てろイタリアチーム名。さあ大歓声の中、両チーム選手の入場です。俺たちとの練習試合はやっても意味がないと断ってきたイタリアジュニアユース、屈辱を今晴らさせてもらうぜ。こちらどこを見てやがる。あっ、翼、こいつら翼だけを見てやがる。あの時はミスミス抜かしてやったが、今日はあの時のようにはいかないぜ。ヨーロッパナンバーワンキーパーの座にかけて君のドライブシュート必ず取ってみせる。翼、気をつけろ。この試合やつらお前をマークしてくるぞ。あ、いよいよだ、いよいよ始まった。日本がインターナショナルカップ優勝を目指す選ばれた選手たちの初めての世界へのトライ、インターナショナルカップで優勝するというとてつもなく大きな夢へのその第一歩が今踏み出されたんだ。イタリアのキックオフ、試合開始です。任せろ。パスを出します。立花君、ボールを弾いた。フェデリコ君、手強いほど俺は燃える。
ました。それ橘君なんとか抜き去った。それをまずスピードで振り切る。それ。
ビンだった。翼くん、パスを出します。修学くん、一旦後ろに戻す。
け軍。
キックオフ。フランチェスコ君、バックパス、よし、パスを渡す。
優勝候補の一角、イタリアジュニアユースを振り切り勝利です。負けた。今のゼニくんはわしゃしと戦った時のゼニくんじゃないぞ。やるじゃねえか、日本。ブレーメンでの日本と今日の日本はまるで違っていた。見事に勝てた。フェルナンデス君。ブレーメンの練習試合をボイコットに落とした。すまないことした。許してくれ。何言ってんだか全然わからねえや。チャオ、チャオね。イタリアジュニアユース、特にゴールキーパージノ・フェルナンデス、すごい選手だった。ヨーロッパナンバーワン、黄金の右腕、まさにヨーロッパに来なければ会えない相手だ。ロベルトさん、全日本は翼は見事に勝ちましたね。どうですか、翼のプレーを見て。あなたが日本を去ってからもあなたが残していった例の本を頼りに、翼は自分なりにサッカーを研究し、その技を磨いていったんです。今日見せたドライブシュートがいい例です。その他の細かいプレーの一つ一つも、全てはロベルトさん、あなたから翼が受け継いでいったものです。ロベルト、今ベンチにいる翼に会って。間違いじゃないですよ。私はロベルトとかいう人物とは違います。きっとあなたの身の内人です。私はロベルトじゃありません。ロベルトさん。